おけに木村でございます、えー、新年2発目ということでちょっとリリースタイミングがですね、えー、遅くなっておりますけれどもお,お許しいただきたいというふうに思いますが、えー、っと今日はですね健康面と体調管理みたいなお話をしていこうかなというふうに思っておりますまあ新年しょっぱなということもでもありますし、えー、いいおっさんですからねもうそろそろ そんなことをですね、新年の時に、えー、きっちり考えておこうというような、もうまさにシニア的なネタでございます。あのー、昨年末にですね、人生二度目の人間ドッグというのを受けました。12月の28日、本当にギリギリ最後の最後の受付っていうところだったんですけれども、えー、まあそういうこともあって、まだ、 あの、その、結果みたいなものは帰っては来てないんですけれどもですね。まあ、面白かったというか、久しぶりにその、を受けたんですね、その人間ドックというか。まあ、何を隠そう私、自営業でございますから。まあ、普通のサラリーマンの方だったらですね、春先ぐらいにたいその健康診断っていうのがあるんですが、まあ、私の場合は自営ですから、それはもう自主的にやるかやんないかっていう判断にこう、委ねられるわけです。 で、これはですね、ほぼほぼやんないかなまあ、なんか知んないけど、あっという間に、あれその期間が過ぎててね、夏になっちゃってたりするわけです。でですね、まあ、そんなこともあって、まあ、とはいえですよ、まあ、一旦自分は今まだまだ健康体だというふうには思ってはいますけれども、まあ、年齢がですね、えー、年齢でございますから、だんだんこう置いていってるなぁと。まあ、自分の感覚値的にもですね、いや、ちょっと、 っと疲れて、なんだろうな、その疲れみたいなものが通れなくなってきたな、というのもありますし、あの、んって、ちょっとなんでここ痛いのみたいなこともですね、増えてきた。というのもひっくるめて、まあもう一個はですね、奥さんの命令です、この人間ドックを受けなさいっていう。で、あんたはもう毎週毎週バスケットボールとかやってっけど、あんた人間ドックちゃんと受けてからやんなさいよ、と。じゃないとやらせません、という。 そんな愛の無知をいただきましてですね、もうしぶしぶ、いやいや、えー、行ってきましたが。まあ2回目なんですけどね、1回目やったのが、いつだったっけな、もう40になる前なので、やっぱ20年くらい前だと思うんですよ。多分40になるとかなんないとかっていう時に <laughs>、やった気がしますが。えっ、ー、と、これはですね、やっぱりもう今とは全然違いますね。もう20年も、 時間があると、医療はもう相当進歩しているというか、まあそこそこ大きな病院でもあったので、そのシステマチックですよね。もう一つの検査が終わったら、はい、次は何番の検査場に移動してください。で、そこが終わったら、はい、次何番何番ってこう、待たす時間がなくて、どん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 こう、先に進めることができる。だからですね、結構一日かかるんじゃないのかなっていうふうに思ってはいたものの、 まあ、午後1時には終わっていたというですね。だから自分的には、え、もう終わりなんですかと。ちゃんと全部やっていただいたんですかって心配になっちゃうぐらい、こう、テンポよく進んでったっていうところがあります。まあ、結果はですね、正直言いますと、や,やっぱり怖いですよ。あの、一旦健康なつもりではいますけれども、えー、それはまた一つのネタになるのかもしれませんが、あまりにも数値が悪かったら絶対人に喋りたくないんで、えー、ネタには上がり、上がりません。 もし、その人間ドックの結果みたいなものがこうネタに上がってこなかったら、ああ、毛にやばかったんじゃねえかというふうに思っていただければというふうに思いますが、まあ自分としてはですね、その DNA の中にどうしてもこう嫌でも組み込まれている遺伝子というのが、まあね、遺伝子の中にあるこのなんつですかね、先祖代々から受け継がれているものというのがあるんですけれども、それの中に、あの、糖尿の毛というのがあります。 まあ、おじいちゃん、木村家側なんですけども、おじいちゃんはもう完璧な糖尿病でですねえ、まあ昔ながらですから、本当こんなぶっとい注射器があってえ、インスリンのね、瓶があって、で、それを打ってる姿はですね、見たことはないんですけれども、それをですね、頼っていたっていうこともあるわけです。で、親父は、 えー、糖尿の毛はあったものの、最終的には糖尿とは関係なく、えー、なくなりましたんで、まあどういうことかなというふうに思ってますが、まあそれがまずあるっていうこと。それからですね、血圧ですね、が結構高めっていうのがありまして、 で、妹はですね、相当血圧が高いようなんですね。まあ薬で抑えているというような状態らしいんですけれども、私もこの、この間人間ドックを受けましたらですね、上が 133? 下が90いくつだったと思うんですけれども、130を超えたらもう高血圧というふうに呼ばれてるらしくて。で、それまではですよ。まあまあそんなに年に何度も血圧なんて測んないんですが、おそらく最後に測ったのが、 え、2年ぐらい前か3年ぐらい前かだと思うんですけども、その時は124とかだった気がするんですよ。だから自分は高血圧ではないなというふうに思ったんですが、まあこの間のそのね、えー、人間毒の,の時に測ったらその130を超えていたので、まあ、ここもちょっと DNA 来てるかというふうに思ってるので、少し気をつけなくちゃいけないというようなところでもあります。えっ、ー、と、あとはですね、その気管支が弱いんですよね。 えー、いわゆる、その、咳が、まあ、ひどくなりやすいという、風邪をちょっと引いちゃうとですね、咳が止まらなくなっちゃうっていうのがこう、あります。えー、ですからもう風邪、ちょっとしたほんと風邪でもですね、咳が、あの、やばい。まあ、今ですね、実は、ちょっと鼻声なんですけど。あんまり、えー、年始めから調子が良くなくて、えー、普通の風邪という診断ではあるんですが、あの、咳込んでる感じなんですね。で、特に夜ですよ。 で、しかも自分はですね、あの、寝るときに布団を敷いてこう寝てるわけですね。で、床とほぼ同じ高さなのでえ、昼間にこう積もっている、その、まあ、塵と言いますか、そんなものがですね、えー、埃と言いますかが、えー、床に近いところなので、結構直接吸い込みやすいんだと思うんですね。すっごい咳込むんですよ。寝るときに。しんどい。 で、しかもですよ、もう、あ、そろそろ、ね、落ちるな、落ちるな、っていう時に、あ <laughs> っ、っ、て始まっちゃうんです。そうすると、それでもう目が覚めるし、で、水を飲むとか、なんかしないと、こう、咳が止まらないもんですからね、もう咳込みまくって、咳込むと、どん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 こう頭に血が昇ると言いますかね、えー、もうさらに、こう、熱気が悪くなる。それを4回ぐらい繰り返すと、あっという間に眠れなくなっちゃうんですよね。 体は眠いんですよ。脳も眠いのに、もう眠れなくなっちゃうという。それで、えー、結局寝るのが3時過ぎぐらいになって、えー、7時半ぐらいには娘たちに叩き起こされるというですね、非常にこう、よろしくない循環が待っているわけでございますけれども、小さい時にですね、扁桃腺痛のこう、ちょんぎっちゃったんですよ。 まあまあ、風邪をひくと、扁桃腺が肥大化しやすくて、すごい苦し、苦しくなるってことで、かなり小さい時に適質の手術をしちゃってるんですね。だからこそこう、菌が入りやすいというか、ウイルスも入りやすいという、そういう喉なんですけれども。まあね、ちょっとそのあたりは、自分としてはですよ、将来的に、その、何でもかんでもこう、入ってきちゃうので、えー、ケアを考えなきゃいけないポイントでもあるのかなというふうに思って、 たりしま,すまあ、日々の管理みたいなことで言うと、週一でこう、コンスタントにバスケットボールは続けていますと、それから、その、中日といいますかね、その、普通の日に、平日にできれば、え、一日は公園で、その、バスケの自主練をね、あの、リングのあるコートで、え、やるようにしておりまして、 逆に言うと、それ以外は、こう、自主的になんかスポーツをしようってことはやってないんですよね。ただ、意識としてやってるのは、まあ、散歩をする。ただ、これもね、えっと、花粉期と、それから今みたいに寒い時期を除くなんですよね。花粉が終わった、だいたいゴールデンウィークから10月ぐらいまでからその、極力、こう、外を歩く努力をするのは、 もう冬からその花粉が終わるまではともう冬眠期に入りますからね。えー、全然本当体を動かさなくなるんですよね。ここはちょっとやばいなと。今後は少し過去は考えないといけないなというふうに思っているところでもあります。だから、なんでしょうね。就任にするのか、例えばその公園での練習。これは冬場でもやってますから。あのー、歩くの辛いんだったらもう週2にしようよ、なのか。夏はね、めちゃくちゃ汗かきますからね。 あの、30分でもシュート練習やってるともう偉いことになるし、普通に、えー、体重がですね、1キロは落ちます。まあ、要は1リッター分が汗をかくということなんでしょうね。まあそんなようなこともあったりとか、それからやっぱりコロナからコロナのあたりから、その外に出る機会がめっきり減りましたからね、打ち合わせに、えー、行くために電車に乗って、 えー、極力エスカレーター使わずに階段を登るとかいうことをやっていたり、えー、ある程度のね、こう、距離だったら歩くっていうことを選択したりとか、タクシーバスは使わないっていうようなことをやってたんですけども、コロナなんてからやっぱりそういうふうに、えー、自主的に体を動かすってことが、あの、通常の運動って言いますかね、そういうことができなくなってきたっていうのが、やっぱちょっと厳しいですよね。 まあ若かったらいいんですけど、この年になったらですね、もうここは強制的に体を動かすってことをしていかないとダメだろうな、っていうのは今年のやっぱり大きな一つの課題にはなってくるだろうと思いますね。で、もう一個が食事かな。まあ、えっ、ー、と、50歳ぐらいになったぐらいから、その炭水化物は夜は絶対抜くっていうのをやってるんですよ。もうほぼほぼこれはもう、 えー、毎日継続できていて、夕食ではもう炭水化物はほぼ食べない。まあまあ、年を重ねていくっていうのはそういうもんではありますので、まあ決して自分もですね、長生きを目指しているわけではないんですけれども、その、つまんない病気で死ぬってのはもう嫌ですよね。その中の一つはやっぱり糖尿ですよね。 で、豆乳ってのはもう贅沢病というふうに言われております。やっぱり自分的にもそう思いますし、え、多少ちょっとこう、まあ、肥満気味と言いますか。 年相応だとは思いますが、あんだけバスケやっても、もう全然痩せやしねえしっていうようなね、えー、まあ年齢にもなってるということだと思います。そのバスケをやり続けられる限りはですね、やっぱりやり、やり続けようというふうには思います。やめちゃうのが怖い、今は。健康維持というか、体調管理をする上で。もちろんですよ、やりすぎってのもよろしくないんですけれども、えー、そこそこ。 の範囲でやる、楽しむ分にはですね、これはもう心と体のケアには欠かせない自分のライフスタイルというようなところでもあります。この間還暦を迎えたその先輩がいるわけですよ、そのバスケットボールプレイヤーに。まだまだ元気ですよ、彼も。で、その仲間たちっていうのもね、もういっぱいいましてもみんな元気なんで、やっぱこの人より早く引退するわけいかないよなと。 いうふうに思ってはいるんですが、まあその人いいわけですよ。俺は絶対引退しないって言い切っちゃってるんで、やべえなあというふうには思っておりますけれども、いくつになってもですよ。バイクにまたがって、ハーレーをね、重たいハーレーをこう、足代わりに転がして、で、バスケやって、美味しいもん食って、アウトドアどんどんできるようになる。 そのためにはやっぱり足腰ですよね。足腰終わったらもう全部アウトになりますね。バスケとオートバイ取られたら多分心からやられていくと思うので。 えー、そういう部分で言うともう足腰を鍛えるというか維持するっていうことですかね。えー、それも考えていかなくちゃいけません。えー、学生時代から野球をやっていて、しかもキャッチャーです。一番足腰をこう座ったり立ち上がったり座ったり立ち上がったりを試合の中でも、えー、何百回もね、ヒンズスクワット的なことをやらされたそのポジションですから、そういう部分で言うとかなり足腰は、えー、鍛われているので、今後も維持していきたいということでしょうかね。 もう一つ、この番組のですね、リリースタイミングについて少し変更しようというふうに思っております。これまでは、月水金土の17時ということで自分自身に締め切りを作って週に4本出すというのをですね、やってきたんで、意外とハイペースで140回とかまで行ってるんですけれども、今年はですね、少しペースを落とさせてください。あの、まあ、とはいえですね、あんまり甘えちゃうとその目標としている200回っていうところまで到達できないので、 一旦ですよ、週に3本出しますと、これだけ、週に3本、このノルマで生かしていただく、時間もですね、編集したらすぐ出すというような形にしたいというふうに思いますので、そんな感じでお付き合いいただきたいというふうに思います。それでは、また次回、週に3本ということで、よろしくお願いいたします。それでは。